アスプラ学園イエーイよいしょーやってまいりましょう、アスプラ学園さあ、今回も前回に引き続き、ほのか選手に来ていただいております。よろしくお願いします。さあ、今回にしていただくのは、ノーチラス。ノーチラスです。はい、ノーチラスでございますけども、はい、ノーチラスに関しては、歴どれぐらいになるんですか1ヶ月です。でも今一番ハマってる武器ということでございまして、はい、まあだからちょっとノウハウというよりは今使っててどんな感じなのかとか、そういう部分も聞けたらと思いますけど、そうだね、まあ、ノーチラスに関しては一応このおじさんが、いやでも3で持ってないから、あ、まあそうか、2のね結構 中盤というか、でもノーチラスはね、甲子園でも使ってた方もいるしね、そうですね、決勝で持ってた人もいるから、確かに武器自体はね多分強いとは思うんだけど、なかなか使う方がいないっていうので、なるほど、でもせっかく使ってるってことね、そうですね、はい、さあほのかさんの、ノーチラス見せていただきますけども、はい、まずはちょっとどんなギアで使ってるのかを見せていただいてよろしいですか。ギアは、はい、まあ1ヶ月なんで、適当ですこれは今のところはあるギアをつけてるって感じですね、あ、なるほど、今持ってるので、なんかこうノーチラスに合うのどれかなで、はい、でもメイン効率アップと一足、はい、とあと捨てじゃん、おー、なるほど、なんかすごい整ってる感じしますけどね、一加速であと敵インク影響軽減、一足が結構いいんだよね、なんか ね意外と、やっぱバレル系はね結構一足乗って強いって言われますけども、メイン性能がないからね今作は、あ、確かに、メイン性能アップとかないので、まあでもかなり安定してる感じはしますけど、まだまあこれも研究中というところでございまして、はい、さあちょっとノーチラス、まあ何がこう いいというか強いなって感じで使ってるのかをちょっと教えていただけたら嬉しいんですけども、いや、まずキル速がめちゃめちゃ速くて、ああ、なるほど、うわー確かに、これを結構な射程でこのチャージしてできるっていうのがめちゃめちゃ強いなって感じて、なるほどなるほど、確かになんか四角の速さじゃないですよね、はい、いやでもね対面すると確かに、今のああいう近いよみたいな結構多いんだ、ね、おい、美味しい、やっぱ思ってるより長い、そう相手すると、それはあると思う、確かに結構長めの中距離武器ぐらいあるんですね、ありますね、多分そのぐらいあるね、ある中で使ってると、で、まあ、あとは一応特筆すべき点はチャージキープ、チャージキープ使います、やっぱりめちゃめちゃ使います、あ、めちゃめちゃ使う、結構使う場面としては、いやもうずっと使ってます、あ、もう基本、はい、なるほど、基本キープ、常にこれですね、あ、なるほど、もうでいつでも打てるようにして打ちに行くと、はい、はい、なるほどなるほど、なんかバレルとかそういうスピナー系っていうよりなんかシューターみたいな動き、あ、そうですね、はいはい、どちらかというとシューターよりの立ち回りかなと、なるほど、やっぱ結構攻めガン攻めするスタイルには合ってると、はあ、なるほど、サブスペがセンサーとアメフラシ、センサーとかやっぱセンサーの投げるタイミング難しくない、そうですね、まあ、暇な時に投げるみたいな感じです今は届かないし、そうだよ、ね、なんか倒せそうなやついないから一応あそこ投げとくか、チャージ切れちゃうもんね、投げようとすると、そうですよね、そうかそうか、チャージキープも切れるしチャージし直さなきゃいけないから、なるほどね、でスペシャルアメフラシはまあ適当に投げる、そうですね、初の頃必戦ヒューって、あ、そうだよね、あ、雨は慣れてるんだ、はい、雨は慣れてる、なるほど、雨のなんかコツ的なのあります、まあ、敵が、まあ、ここに行きたいだろうなっていう場所に打ってます、いるところに投げるっていうよりはこっちに逃げたいとかこっち側にいたいだろうなの方に投げといていけないよってするみたいな、そうですね、なるほど、確かに塗りも広がるしダメージも入るし、あ、そういう使い方で、だからそれで敵を寄せてそれと倒すと、はい、なるほど、まあ、意外とじゃあアメフラシももともと使ってるし、このノーチラスのなんかこうガチッとあった部分があるんでしょうね、さあそんな小中選手、はい、ノーチラスじゃあ早速実戦見せていただいてよろしいですか、はい、はい、ノーチラスもガチアグラで、ガチアグラでやってもらえる、どのゲームでもあれです、あ、そうなん、スプラトゥーンだけじゃないんだ、ティアキンも、はい、そうなんだ、ティアキンもあれでやってんだ、あれでやってます、あ、じゃあ基本スタイルなんですね、あれが、基本スタイルなんですね、素晴らしい、さあじゃあ見せていただきましょう、はい、お願いします、お願いします、1ヶ月でこんな上手くなるんだっていうのをやっぱ、ああ確かに、うん、そうね、まあ、本当にそうそうそう、で2でも触ってないってことですね、ほとんど触ってないです、
ってなったら、うん、1ヶ月のねうまさじゃないんだよね俺やっぱ見てて思うよ。あこれ本当に1ヶ月だなってなるぐらい、うん、そう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 。だって前にさ絡まりとやった時にさノーチアス持ってたじゃん。 あれなんてもうじゃあ本当にノーチアス持ったばっかぐらいばっかです。そうなんだ、これ楽しいよね、見たいね、うん。さあ来ましたよ、なめろうの矛、なめろう矛、はい、なめろう矛でのノーチラ。ノーチラその対面何が来るんだ。あ、96とかも。96かね。あ、そうですね。96多いですね。あ、96やっぱり人気武器ですね、今ね。まあ、ここからもうほのかチャレンジですから。え、ほのかチャレンジやってるの、これ今。これほのかチャレンジだよ。ほのか講座じゃなくて。まあ、だって言ってもね、1ヶ月。確かに。うん、あ、でも、いい初動ですよ、これは。味方。おぉ、さあ、ワイパーズ取ったら、ぐいぐい前行って。あー、いや、いいとこから打てるな。前に来てる。おい、すごい。ジャンプ打ちもなんかそんなにブレないのか。そうだね。まあやっぱすごいこの弾数が飛んでくから、うんうん、そんな気になんないよね。別にブレてもって感じ。うん、ある程度ブレてもまあ敵倒せるぐらいは飛んでってくれる、ね。お、さあ。うわあ。嫌なとこいる。おお。いいの入ったね。やっぱ普段あの必殺で届かないわフラストレーションをこの射程の暴力で。いやすごいな、敵見つけるの早いってあの必殺編でも言ったけど、うん、それがノーチラだと特に効いてるね。確かに、うん、すぐ倒すっていう見つけて。さあギリギリノックアウトは至らずか。そうね、でもここですよ。いや、浮かせるもんな、ああいうの。わあ、すげえ。浮かせるんだね。あ、今のそのギリギリのとこに打つのとかあれ、うん、実は難しいからね。そうだね。その高台のギリギリのとこあれ、うん、上手い人みんなやるけどさ。高いところでジャンプしなきゃいけないしね。そうそうそう。そういうのも。難しいんだよね。かなりこう先端でしっかり当てるっていうのがもう染み付いてるんだろうな。お、さあ相手の進めを。まあね、こうやって。意外となんかこうスピナー的な動きもできるの、うん、高い位置取って。おーさあ大王、大王はさすがに今の舐めてたんじゃない。大王今正面から言ってた。いや終わるかなって思ったんですけどやっぱスプラワンからやってるから確かに、うん、押し返せると思うから手良いかね、止めづらいからね。うわーこれはうまい、これは相手うまい。あーの味方が止めてくれた。さあリード全然これありますよ相手。これやっぱ打つまでにちょっとこの時間かかる。おお、またギリ、よく止めた。ここどうなる。あーさすがにリード、さすがに行かれちゃうねこれは。まだ26、継承継承。あーこれね、この倒せないならセンサーつけて味方に共有。塗りはノーチラスはあんまりなのかな。まあ他のシューターに比べたらでも意外と射程があるから、うんうん、持ってるより濡れてると思うけど ね弾の数も多いから、うん、なんか細かくは濡れてそうね。いやーこのね段下から倒すのがねうまいねやっぱり。ああよしお前ってやっぱこれ動き回る。あうめえ、うまい、うまいんだけど今の全然必殺に関係ないからね、うんうん、おお、これでやっぱ1ヶ月って言われるとさね、なんかがっかりしてるね自分に、うん、これもう1ヶ月スクスロ使っていややっぱりまだむずいなって言ってるのがなんか全部言い訳だもんなこれはうまいね。あでね、こういうサポートが嬉しいんですよ。うん。おっと、あと全然インク切れ起こさないね、うん。結構チャージキープって回復しないからさ、すごい難しいのかと思ったけど。インク管理に関しては。あで、そのね、トラック上にいてほしくないから雨投げといて、
あーすごい、3落ちで割られてるのに進んでない。こっからどうするかよ。うわぁ、変が綺麗だな、何より。そうね。あ、取った。さあこれはチャンスだぞ。さあこのかチャレンジリードできるのか、リードさせれるのか、味方に。うおぉ、それよく見えてんな。ね、やってから気づくの。あ、そこいたんだ。わー、ナイスよー。マジリードした。さあそして生きてるし、最後一人でも。いたよなぁ。うわぁ潜伏決めましたよ。そうだね、一戦のこの普段の、ね、うん、潜伏のうまさがノーチラスにも生きてる。どこにいるのかわからないよ、うん、使うとノーチラスでも潜伏でさせる。うわ嫌だなぁこれ。あ、でね、はいはい、いるぞーって、好きにしていいよー。あー、いや長い、長さ生かしてるなぁ。いや、うまいんだけどマジで打ち負けないなぁ。やっぱ単純ノーチラスもやっぱ確かに打ち合い強いから、うん、そこに、いやそこにほのか選手のエイムが加わるともうこうなっちゃうんだ。あれ納得いってない。いや納得いかないっすよ1ヶ月でこんなされてさね。ノーチラス、なんかノーチラスじゃないにしてもさ、うん、スプラスピナーとかは使ってたのかなぐらいな感じするけど、全く別武器ですもんね。はい、いやすげえバレルとかなんかあの辺は逆持っては見てない。いや、あのクーゲルとか持ったんですけど、うん、そのチャージキープがないとできなくて。なるほど、26ってやば、うん、一クラスじゃん一クラス倒した一クラス持ってくるすごい。いや、これはすごいわ、うん、確かにこっちだわ、必戦よ。なんかもう今生き生き感も、まあね、生き生き感はね、うん、必戦もめちゃくちゃ強かったけど、なんかノーチラスの方が相手に何もさせてない感が。あ、そうだね、この射程もやっぱあるし、うん、必戦で歯がゆい部分はこっちでなんか解消してる感あるね、うんうん、ね、うん、射程長いのやっぱ楽しい。楽しいですね、うん、あ、まあ、なりますよね。なるほどなるほど。さあ、スメイシでございます、うん、さあ、こちらの方で、お、さあ、相手方は、あ、デュアルも来る。デュアルにが相手に来るんだね。デュアル96、プライム、ボトルみたいな、その辺か。デュアルは相手にしてどう？しんどい？デュアル…クワットよりは、あ、クワットよりはやっぱ4回スライドされるとしんどいか。しんどいですね。そっか、なんかスライドはね、なんだかんだ当てづらい。しかもスライドする前になんかもう倒しきれちゃう場面もあるか、うん、おう、さあ、まだ進まない。ここはうん、おお、よく今の追いかけたな。あ、出てますね、このレートの速さが。出てるね、うん、生かしてるな。さあ、雨でその上に乗ってほしくないからそこに投げると、で、追っ払って。いや、これ相手にいたら嫌だよ。うん、いいですね。いや、よく必戦使ってたのに、このなんかちゃんと最大射程でこう守れる。うん、うん、全然違う射程なわけじゃん。まあそこはまあ俺はあんま言いたくないけど、うん、若さだよね。これが若さか。ね、うん、分かんないですね今のもね。これが若さかって言われても。早いんだよ。そうだね。あお。おお、まあ元々ねマルチでいろんなの使ってましたから。うん、そうだよね。だダイナモも使えるんだもんね。そうだよ。ダイナモと必須やもだいぶ違うからね。確かに。うん。うん、そうだなと思って。いろんな武器持つなって、ね、変な人だなってうまいけど普通の楽しみ方なのよ、いろんな武器持って遊ぶがお、さあ、あ、いや、センサーでもやっぱ役に立つな、こうやって見ると。あれ、
ちゃんとね、インクないときはチャージキープしないで。あーやっぱでもこれは潜んでたね。潜んでたね。やるじゃんと思ったんじゃない今本中選手も。おー、いいとこいいじゃん。一戦使いとしてね。おー、いいとこいいじゃん。まあもうちょいこっちのいやダメ出しするんだよ。もうちょいこっちの方がよかったと思うけど。打ち合い負けてダメ出しはしないでしょ。ほのかちゃんはさすがに。俺と富士だけなんだよ。負けてんのよ。負け惜しみね。悔しいから言ったやつね。負けてダメ出す。悔しく言っちゃう。さあ。いやでもね、その射程がちゃんと生かしてるからか。やっぱ近づくのに時間かかるんだよね、相手が。うわー、で、それはもうやっといてと。うん、あー。素晴らしいなぁ。さあこれが難しいが、カバー入ったね。ナイスですよ。生き残るのもねやっぱ大事だから。おうわぁ、このね、気づいたらマシンだったね今ね。え、もう鼻だったもん全部当たったの。ビタビタ、ね、誰だったんですか。はいよね、ここに移動してくるだろうなっていうところに、うん、うん、やっぱこの敵倒す速さがね尋常じゃないから、うん、いや今のうまいな。大きい打ちも強いね。そうだね、今のはあそこで打ち合っても勝てないから一回ぐるって回って、うん、モーチラス、モーチラスもなんかいろんなこと知ってるな。マジうまいね。ねえ、おお。なんかやってた。やってた。作られてもやつだろうけど。本当ね。まあでも本当シューターって。ああ、なんかいる。おお、いいところ。まあまあいいところ。まあもうちょっと手前の方がいいかな。そこだとね、今のうまくいったけど。言わないでそんなこと。お願いします。うわー、いやー、素晴らしい。今しかも最小限じゃなかった、弾スプラトゥーン。あ、出た、スプラトゥーン。これ以外からも出るんだ。ちょっとテレがあったり。テレはなかった。あー、いいですね、持っていけるとこ持ってって。はい、残り10秒、はい、終わり終わり。もう射程のこの前の管理もすごい上手いし、うん、ね、見てて。そうだね、うん、あもう、いや、もうちゃんと落ち着いて。これで、ね、1ヶ月です。そうですよ、皆さん、はい、これノーチラス職人じゃないですよ、はい、彼女は。こっからのね、1年後楽しみだね。1年後また見せてもらおうか。来年、ノーチラス熟成してね。持ってないかもしれない。確かにね。持っててよ、そこは。今もね、なんか必須微妙だなって、ぽいって。やってるから。いやー、これは素晴らしい。いや、素晴らしい。ありがとうございます。すごい。1ヶ月とは思えない動き、見せていただきました。はい、というわけで、はい、ほのか選手のノーチラス。うん、1ヶ月ですかね、1ヶ月エディション。いや俺もだから1ヶ月って言ってたから、うんうん、まあ、ハウトゥーってよりは、まあそうね、なんかこうちょっとね、1ヶ月 の成果をちょっと見せさせてもらおうよと思ったけど、全然ハウトゥーでよかったかもしれない ね。1ヶ月でよくやるじゃんじゃないんだよ。うん、全然違ったね。本当にっていうね、なりまして、うん、まあノーチラスね。でちなみにこれサブスペは満足いってます、これ。まあメインが強いんで。ああ、なるほど。何起用かがっていう、はい、なるほど。だ次79、まあ、前作もありましたけども、うん、来た時にもしいいサブスペついたら本当に完全メインになる可能性も、はい、ありますね。女性はもうバイバイするかも。一旦ね、一旦一旦ですね。大事です、このやっぱこのね、カラッとしてる感じも大事ですから、うん、やっぱ強くなるためにね、うん、自分のお気に入りの武器を使っていくということで、うん、はい、というわけでほのか選手には3回にわたってね、うん、お話も聞かせていただきまして、はい、はい、プレーも見せていただきました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、スプラトゥーン甲子園本戦を控えております。いや、そうだよ、本当にちょっとぜひ、うん、当たってほしいわ。そうだね、頑張ってね、うん、はい、当たれるように頑張りますけども、はい。でも本当にね、その頑張るしかないところでございますから、はい、はい、いろいろ教えていただきありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ほのか選手の、YouTube チャンネル、そして Twitter のアカウント下の概要欄の方にありますので、皆さんぜひともそちらも登録よろしくお願いいたします。チェックしてね、チェックして、ぜひチェックしてください。はい。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またねー。チャンネル登録お願いします。